Thank you.
育てていきましょうみたいなになってくれたんですよ。そういう人たちが、Thank you.
Thank you.
Thank you.
10メートル、南部は東の風10メートル。天気は北部は曇り、所によって霧、南部は晴れのち曇りでしょう。見通しは北部は10キロ、所によって500メートル以下、南部は20キロのち10キロ。波の高さは北部南部ともに2メートルでしょう。佐渡沖、風は南東の風8メートル、のち南西の風10メートル。天気は晴れで、所によって霧のち曇り、一時雨で、所によって雷を伴い、所によって霧でしょう。見通しは10キロ、所によって500メートル以下、のち6キロ、所によって500メートル以下、波は1メートルでしょう。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。はい。高速道路は中央工事のために渋滞しています。中央工事のため、中央道は上りが調布で5キロ、下りは高井戸を先頭に首都高速4号線につながり2キロと、稲城で2キロの渋滞です。この集中工事に伴い、八王子インターは、国道16号線の相模原方面からの外回りの入り口が、明日の朝6時までの予定で利用できなくなっています。この他の関東甲信越の高速道路の車の流れは順調です。首都高速道路は夜間工事の情報が多くなっています。5号線の下りの板橋本町で工事のため北池袋までの渋滞です。湾岸線の東行きの空港北トンネルでは工事のため2車線が規制されていて2キロの渋滞です。夜間工事のため利用できなくなっている入り口が湾岸線の東行きの新木場と三鷹線の神奈川通りの内回りからの貨幣の入り口です。続いて一般道路の状況です。東京の甲州街道の上りは国立市谷保で1キロ近い渋滞です。道路交通情報センターの鈴木でした。